微分解析器、微分解析器、微分解析器は微分方程式で表すことができるような問題について積分法によって、ただし数値的にデジタルにではなく数量的にアナログに通えるアナログ計算機である。回転軸と円盤を使って積分を行う。微分方程式を機械を使って解く研究はプラニメーターを除けば1836年。 フランスの物理学者、ガスパールイコール、ギュスターブ・コリオリが一回線形つ微分方程式を積分する機械装置を設計したのがサイトされている。任意のキザハシの微分方程式を積分できる装置についての最初の文献は、ケルビン教の兄、ジェームズ・トムソンが1876年に発表した論文である。トムソンは、その装置を積分器と呼んでいたが、 この論文と弟であるケルビン卿が1876年に発表した2つの論文をもって微分解析器の発明とされている。ケルビン卿の助言に従い、トムソンの積分器を取り入れた海軍の射撃計算機、射撃番号が開発しており、1912年頃、電動の機械式、アナログコンピュータが完成した。イタリアの数学者、アーネスト・パスカルも、 微分方程式の積分のためにを開発し、1914年に詳細を出版している。しかし最初に広く使われた実用的な微分解析器は、1928年から1931年にかけて、ハロルド・ロック・ヘイゼント・バネバー・ブッシュが MIT で制作したもので、6個の機械式積分器を組み合わせたものである。同年、ブッシュは学会誌にこの機械を 連続として発表している。1931年にもその装置についての論文を発表したが、その際は微分解析器と呼んでいる。その論文でブッシュはこの装置はケルビン教がかつて言った積分装置を相互接続するという基本的アイデアに基づいている。しかし細部は全く異なると記している。九百七十年の自伝でブッシュは最初の微分解析器が 運用可能となるまで、ケルビン教の業績は知らなかったと記している。ブッシュの研究室で、微分解析器を動作させるため、1936年には、クロード・シャノンが助手として雇われていた。マンチェスター大学のダグラス・ハートリーが、その設計をイギリスに持ち込み、1934年には、学生のアーサー・ポーターと共に、概念実証用の微分解析器を製作している。 これがうまくいったため、大学がメトロポリタンイコールビッカースに依頼して4台の積分機を使った実用機を1935年3月に入手。ハートリーはこれが合衆国以外で最初に稼働した微分解析機だとている。続く5年間のうちにさらに3台が製作されているケンブリッジ大学、クイーンズ大学ベルファスト、ファーンポローのロイヤルエアクラフトエスタブリッシュメント。 最初の概念実証機の積分機がマンチェスター大学の実用機と共にサイエンスミュージアムに展示されている。ノルウェーでは独自に MIT のものと同じ原理に基づきを製作し1938年に完成させた12台の積分機を使っており当時としては世界最大の微分解析機だった。アメリカでは1940年代に メリーランド州のやペンシルベニア大学電気工学科、ムーアスクールでさらなる微分解析機が製作された。校舎はエニアック開発以前に大砲の弾道計算によく使われており、エニアックは微分解析機をモデルとしている点が多々ある。一つの弾道を計算するのに15から30分かかったという射撃表を作るには一種の大砲につき3000通りの弾道計算が必要。 これを短縮するためにエニアックの開発が行われることとなった。ちなみに、歯車式計算機では一つの弾道計算に1から2人びかかった。1930年代の微分解析機開発の際にもブッシュを手伝っていたとともに、ブッシュは1940年代初め頃に電子式デジタルコンピュータの開発を試みたが、同時期によそで行っていたプロジェクトの方が、 見込みがあると判断され、プロジェクトは中断された。1947年、UCRA22 万5000ドルかけて、ゼネラルエレクトリックに制作させた微分解析機が収めされた。1950年までにさらに3台が追加されている。UCRA の微分解析機は、1951年の映画、地球最後の日と1956年の映画、空飛ぶ。 円盤地球を襲撃素で稼働している様子が見られる。退役後は、スミソニアン博物館に一台が寄贈された。1948年、カナダのトロント大学でが、微分解析器を製作したが、ほとんど使われなかったようである。第二次世界大戦時、ドイツの水力発電ダムを攻撃するための、半長爆弾の開発に微分解析器が使われたという噂もある。また、 水技術者が侵食を計算するる。のに使用したと言われている微分解析器自体はその後汎用のデジタルコンピュータを使った数値解析にその役割を譲ったが微分解析器の原理を電子化デジタル化した DDA という装置も作られた。さらに DDA の原理はコンピュータグラフィックにおける線の描画法などに応用されている。 1934年にダグラス・ハートリーとアーサー・ポーターがマンチェスター大学で制作した微分解析機の設計はメカノの部品を多用していた。そのためこのマシンは制作費が安く多くの科学問題を解くには十分な精度を提供した。1935年ケンブリッジ大学の JB ・ブラッドが制作したよく似たマシンはニュージーランドのオークンドにある 輸送技術博物館に収蔵されている。1944年にイギリス軍の軍備研究部門が書いた覚書には第二次世界大戦中にこのマシンがどのように信頼性を高められ機能強化されたか記述しており用途として熱伝導の計算、爆発物の爆発の計算、伝送線路のシミュレーションなどがあったとしている。1948年このマシンを オークランドのハルイ・ホエール教授が 100A ポドで購入して、オークランドに持ち帰り、シーグレーブ無線研究センターで使用した。約15台のメカノを使った微分解析機が実用目的で科学者や研究者らによって制作されたと推測されている。その後、メカノ愛好家がメカノで微分解析機を真面目に制作している。例えばで作られた、 微分解析器は教育用に使われており、学生がそれを使って微分方程式を解くことで、より理解が深まるという利点があるという。日本では、この種の機械は3例があったものと考えられている。最初のものは、東大航空研究所の佐々木達次郎らと、昭和航空景気研究部との共同研究により、1942年に試作された。 続いてより大型のものの試作に取り掛かったが、繊細で消失した。これは、三例にカウントせず。最初の試作機は戦後、東大生産技術研究所によって使用されると、とも、同期を参考にもう一機が開発、製作された。最初のものと、同時期かその少し後に、同じ昭和航空景器が製作した、小規模のものと思われる一機が、2016年現在、 東京理科大学近代科学資料館で同体展示されているものであり、半大理学部で清水達次郎が1947年に使用していた記録があるのが同期と考えられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。